こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンチャンピオンズリーググループ A の第2節、パリサンジェルマン対マンチェスターシティの総括プレビューを行っていきたいなと思います。このラジオはですね、大きなネタバレを含みますので、まだ試合をご覧になられていない方がいらっしゃれば、ネタバレを知りたくない方もそうですね、一度ラジオを止めていただいて、その後こちらのラジオにまたお越しいただければなと思っております。はい、では早速、始めていきます。パリのホーム、パリサンジェルマンのホーム、パルクデフランスで、試合は行われました。パリは、ポチェッティーノ監督のもと、基本的には 4-3-3 のシステムで、ゴールキーパー今回はドンナルマで行きました。で、右がハキミ、センターバックがマルキーニョスとキンペンベ、左がヌーノメンデスで、3センターという形でアンカーにゲイエかな、で、右にのインサイドにエレーラで、左がベラッティという形でした。で、右のウィングっていう形でメッシ、左のウィングネイマール、ワントップ、エンバペという形できました。で、マンチェスターシティに関しましては、ペップの元、こちらも 4-3-3 のシステムで戦っております。ゴールキーパーエデルソン、右サイドバックカイル・ウォーカーで、センターバックコンビが、ルベンディアスとラポルト、で、左がカンセロで、アンカーにロドリと、で、2インサイドで右にベルナルド・シューバー、左がデブライネで、右のウィングにマフレーズ、左のウィングにグリーリッシュ、ワントップ、ラヒーム・スターリングと、いう形でスタートいたしました。皆さんね、今回の試合、今回同時キックオフされてた試合、後でまたラジオ出すと思うんですけど、すごくねビッグマッチが多かったので、どの試合をリアルタイムに見ようかってすごく迷ったんですけれども、僕は、一応パリとマンチェスターシティをリアルタイムでは見ました。他の試合ももちろん見たかったんですけど、リアルタイムでね、ただ試合は絶対見るんで、後ででもいいかという形で、後回しにちょっとさせていただいたんですけど、今回、この試合をなぜ注目したかっていうと、メッシを、パリに移籍してメッシがプレーしてるわけじゃないですか。で、基本的にその今、フランスのリーグが、視聴がなかなか難しくって、見れるサイトもあるんですけど、僕は一応フランスリーグ1は基本的にあまり普段見ないので、そちらとは契約してないんですよ。なので、極力、見てないチームで、大注目であるパリが大一番の時は、パリの、試合をチャンピオンズリーグでは、優先してみようということで、見させていただいてます、生中継でね。はい、なんで他の、ミランとかね、ミランアトレティコの試合とかそういうのはちょっと、後回しという形にさせていただきました。なんか気に障ることがあったら申し訳ないです。はい、で、まず前半の方から話していきます。開始7分20秒でパリが、先に先制点を取りました。エンバペがですね、深い位置に、進入しまして、そこからマイナスのクロスに、ネイマールが合わせるんですけれども、それがミートせず、ちょっとかするような形で、逆サイドまで流れまして、左にいたゲイエが、それを受け取る形で、ちょっと、カットインのような形でボールを持ち込み、シュートして、ゴールネットの上段というかね、ゴールネットの上を突き刺すような、強烈なシュートを打って先制ゴールを打ちました。先制ゴールを取りました。はい、で、次25分にシティのチャンスが来ました。グリーリッシュとデブライネ、左ですね。で、パス交換からデブライネのダイレクトのクロスに、ラヒーム・スターリングが、フリーというかね、もうセンターバック間の間に立っていたスターリングが、ほぼ妨害されることなく、ほぼフリーの状態でヘディングで合わせるんですけど、それがちょっとバーに当たりまして、そのバーに当たったボールが、一応ベルナルド・シューバの前に流れてきたので詰めようとしたんですけど、残念ながらゴールならずというシーンもありました。で、31分 5秒のシーンでまたシティがチャンスを作るんですけれども、ボックス、左の方でグリーリッシュが、溜めながらボールをキープした状態から、上がってきたカンセロに、パスを渡しまして、カンセロがダイレクトでミドルシュートと。で、ドンナルンマがね、キャッチをしたんですけれども、結構シティはしっかりと攻撃できていたと思います。で、後半もいきますね。46分に、シティのチャンスが来ました。左の低い位置、カンセロですねからですね、ダイアナゴルに侵入してきたラヒーム・スターリングへと、スペースへのパス渡しまして、スターリングのシュートとい
という形もありました。で、64分30秒かな。で、パリにまた、決定的なチャンスが来まして、カウンターのシーンなんですけれども、まあ、右で幅を取っていたハキミから、サイドバックとセンターバック間のスペース、スペース間に走り込んできた、ネイマールへとパスを渡しまして、まあ、ウォーカーの、まあ、守備に合いながらもシュートするんですけど、まあ、残念ながら、枠内に飛ばずと、結構ね、もう本当に個人で何とかしちゃってるみたいなシーンが結構多々目立ってました。で、73分30秒のシーンでまたパリが、追加点を取ります。右からメッシがね侵入しまして、ボックス外あたりだったかな、ギリギリボックスのラインぐらいにいた、中央のラインぐらいにいたエンバペとほぼワンツーに近い形でエンバペが丁寧に落としたボールをメッシがシュートしてゴールと、もう本当にねバルセロナでもよく見た、メッシの形のゴールですね、はい、中央の選手に当てて、まあ、あとはメッシがコントロールシュートで流すという形でした。で、一応メッシはこのゴールが、パリ・サンジェルマンに移籍して初ゴールという形になったみたいで、まあ、少しちょっと時間はかかったみたいなんですけれども、でもしっかりとね結果を出していたことと、まあ、しっかりとあの試合中でも違いはやっぱり出していたので、やっぱ素晴らしい選手だなと思いました。で、一応こういった形で試合は終了しまして、まあ、ホームのパリが2対0という形でマンチェスターシティを下しました、はい。一応試合を、まあ、通して見た印象を、まあ、話させていただくと、基本的にはボールを持っていたシティと、一発のカウンター一つの、決定機でチャンスにしてしまうパリという構図でした。で、まずホームのパリから話していくと、まあ、前節、チャンピオンズリーグの第1節の方でクラブブルージュに引き分けていたので、まあ、どうしても今日は勝ち星が欲しかったと、まあ、ホームだったのでね、どうしても勝ち星が欲しかったんですけど、まあ、対戦相手がマンチェスターシティということもあって、中盤、ゲイエとアンデル・エレラっていう、まあ、いわゆるこう守備に、定評のある選手を2枚インサイドで置い、2枚インサイドではないか、ゲイエがアンカーだったもんね、こういう2枚の選手を使っていたりとか、あとベラッティが、怪我明けから、意外とすぐの状態で出場せざるを得ない状態だったと、まあ、ベラッティをどうしても使わないと、まあ、厳しい相手だなという相手だったと思います。だからこそ、まあ、使ってきたいと思うんですけどね。で、基本的に守備陣は 4-4-2 と、まあ、4-3-3、まあ、こちらを併用する形で、まあ、メッシとエンバペが2トップのような形で残るか、まあ、ネイマールが左の、サイドハーフみたいな形で降りる、もう本当に、バルセロナ時代、メッシとスアレスが2トップで前残りして、ネイマールが左のサイドに降りていた、エンリケ時代だったかな、あの時代をちょっと思い出しました、はい。ただ結構ね、やっぱりその前線から追うようなプレスっていうのは基本的にあまりしないので、パリは見た感じね全然してなかったので、基本的に引いて引、まあ、ある程度、まあ、あまり低くはなりすぎず、ボックスを組みながら、奪い切ったところから、まあ、メッシ、ネイマールを使いな、メッシ、ネイマール、スア、メッシ、ネイマール、エンバペを使って、カウンターで深い位置まで持ち込んで、この3人で決定してしまおうという戦略が見えておりました。で、まあ、さっきも言ったんですけど、ベラッティの復帰が相当大きくって、怪我明けからどうかなと思ってたんですけど、まあ、テンポ、まあ、タッチで相手をかわしたりだとか、判断、まあ、パスのセンス、センス、技術で、基本的にその攻撃時は 4-3-3 で基本的に組んではいたんですけど、まあ、メッシは結構フリーマンで中に入ってきたり降りてきたりするんで、高い位置にハキミは、取るような形になってました。ただ結構あんまりね、高い位置言うても、結構中途半端な位置にハキミもいたんで、あれは多分意図的というよりもハキミの多分ポジショニングがちょっと若干難ありかなと思ったんですけど、ただそういう中でベラッティが基本的にアンカーに降りる形になって、このシーン、攻撃のシーンではで降りて、2センターバックと、絡みながら、サイドバックと絡みながら、ビルドアップして、そこにまあメッシにつけてメッシから展開するというような形でした、はい。で、基本的にやっぱりね、マンチェスターシティが前線から、プレスをかけてくるので、まあ、そこをどうにかして剥がしに行かないとダメなんですけれども、基本的に、マルキーニョスはすごくいい選手なんですけど、キンペンペに関しましてはいい選手なんですけど、結構無理な縦パスを通すことが多い選手なので大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、実際そこでちょっとんみたいな時、判断の時もあったんですけどね、キンペンペあったんですけど、でも実際、無失点に抑えてますから、良かったと思います、はい。
でしっかりと低い位置からでもブロックをブロックというかハイプレスをかけられた中でも、相手選手をかわして、カウンターに持ち込めていたので、特に前半の方は良、かったんじゃないかなと思います。狙いはしっかり使えてたんじゃないかなと思います。で前線の3トップがですね、エンバペ、まあ、ネイマール、メッシと、基本的に、まあ、守備は、まあ、ある程度はするんですけど、まあ、そこまで大きく、基本的にその計算できるわけではないので、中盤3枚ベラッティ、ゲイエ、アンデレ・レーダの仕事量が相当半端なかったので、まあ、チャンピオンズリーグ、これから勝ち進んでいくってなった時に、まあ、シティにももちろん課題はあったりするんですけど、この戦いでチャンピオンズ取れるかって言われたら正直厳しいかなとは思ってます。ただすごく今回の試合は良かったと思うんですけど、ちょっともしかしたら厳しいかもなっていう感じですね、はい、という形でした、はい、でマンチェスターシティに関しましては、まあ、前節、ね、ライプツヒに6対3と大勝してるんですけど、まあ、失点を3か、3失点してるというところがまず課題であって、無失点に抑えなければならないという状況の中で、いわゆるライプツヒよりも、タレント力でも相当、もう世界でトップを走っている3人が相手のフォワードにいるので、まあ、失点は避けられないだろうと、まあ、ある程度計算した中で入ったとは思うんですけど、まあ、マンチェスターシティがね、基本的にボールを持って保持して、基本的に相手のアタッキングサードの中でゲームを組み立てながら、試合を行ってたんですけど、最後の決定力っていう部分で、ちょっと足りなくって、結構外回りになることも多かったですし、基本的にそのセンターバックとサイドバック間の間に、まあ、ベルナルド・シューバーだったりとかデブライネが取って低い位置からクロスみたいなシーンはあったんですけど、基本的にあれ以外でチャンスはあんまり作れている印象はなくって、決定的みたいなチャンスはやっぱり、まあ、見てて思ったのはやっぱりセンターフォワード、まあ、大きなセンターフォワードがやっぱり必要なんじゃないかなと思いました。すごくねいい選手はたくさんいるんですよ。なんですけど理不尽に得点を取ってくれるフォワード、まあね、ハリー・ケインとか、まあ、バイルンで言ったレバンドスキとか、まあ、この辺かな、ハーランドとか、まあ、ルカクとかもそうかな今だと、まあ、こういった、まあ、個でどうにかしてできてしまう、でラフにボールを上げてしまってもどうにかできてしまう、で中にいるだけでセンターバックが、まあ、相手のディフェンスラインがちょっと引きつけられてしまうような選手っていうのが、マンチェスターシティにはいないので、そこがやっぱりちょっとこう、まあ、いわゆる欠点というとあれですけど、まあ、補強ポイントであり、そこがいないからこそ、まあ、今日の試合は負けた一つの要因になったんじゃないかなとは思います。で基本的にその、まあ、パリの時で話はしたんですけど、まあ、シティは結構というか、まあ、基本的に 4-3-3 から基本的に崩さずに、まあ、たまに 4-4-2 になる形もあるんですけど、基本的に前から追って、カウンタープレスを仕掛けるので、奪い切れるシーンももちろんありますし、セカンドボール拾いまくってたシーンももちろんあるんで、内容としてはすごく良かったと思うんですよ。たださっきも言ったんですけど、決定力の部分でちょっとまあ足りなかったと。はい、で攻撃に関しましては、まあ、本当に左右に振ってで相手に、相当運動量を使わすような攻撃もできてましたし、デブライネとベルナルド・シューバーが相当効いてましたし、で、まあ、グリーリッシュも良、ね、かったと思います。でロドリーもね、基本的にそのバックラインに関しては基本的に問題なかったと思うんですよ、基本的にはね。なんであとは得点さえみたいな状態で、まあ、そこでまあ、やっぱサッカーはね得点取らないと勝てないスポーツですから、そこだけがやっぱ足りなかった部分なのかなと。本当にね内容は良かったんですよ、シティすごくしっかりと攻めることできてましたし、ま、パリ相手にしっかりと、まあ、ラインを低くさせざるを得ないような攻撃を、まあ、シティが一番得意な攻撃なんですけどできてたんですけど、まあ、ちょっと最後の質の部分で若干足りなかったという感じでしたね。でまあ、こういった形で一応まあ総括か、両チームの総括は終わるんですけれども、今回ちょっと MVP をちょっと発表したいなと今回思ってまして、僕はですねベラッティを選びたいなと思います。まあ、もちろんねもう皆さんだろうなと思った人も多いと思います。メッシネイマールスアレス、ごめんなさい、メッシネイマールエンバペに関しましてはもちろんすごかったですよ、もちろんすごかったです。なんですけど試合を通して、確実にこの選手が、このチームに、
なんていうかな、劇薬って言うとあれ、劇薬ではないもんね、本当にチームのキーになってた選手ってなると、ベラッティじゃないかなと思いました。ここはね、本当に彼しかいないなと思いました、正直言ってね。もちろんメッシの得点とかも素晴らしかったですよ、なんですけど、まあ、ベラッティだろうなと思いました。でもちろんシティからも選びたいなと思うんですけど、シティはまあ今回ね、どうしても最後決定力っていう部分でどうしても得点を取ることができなかったので、まあ、選ぶことは今回やめとこうかなと思いました、はい、ということで、チャンピオンズリーグ、グループ A の第2節、パリサンジェルマン対マンチェスターシティの総括プレビューは以上になります。皆さん多分ね、もうすでにご視聴なられている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、内容だったりね、皆さんが思ったことだったり、いろんなことを、僕と話してくださる方、ぜひコメントしてください。僕どん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 皆さんとね話して、仲良くなっていきたいなと思ってるので、もう本当に友達のようになりたくって、僕本当に日々、生活していて友達がいないので、基本的に本当にずっと一人で生活してるんで、できればコメントして、ください。仲良くしてください、はい、ということで、今回の、グループ A 第2節のパリサンジェルマン対マンチェスターシティの総括プレビューは以上になります。ご視聴ありがとうございました。